はい、皆さんこんにちは、ワネルルイシです。では今回は、三国志14続きをやっていきたいと思います。前回ジョナンを取ってですね、いよいよ三都市を支配、これによって衆牧に就任したので、できることの幅が少しずつ増えていくかなというふうに思っています。で、今後はですね、深夜ここを攻略して北上、洛陽を狙うというのをね、やっていきたいと思っています。では早速始めていきましょう。まずは敵が現れている毛髪隊がいるので、これをどっかで迎え撃ちたいよね。どこで迎え撃つ か、 何か用か。そうだな、心得た。何か用か。一旦敵をね、確実に排除しておきたいので、承知した。ここまで進軍しましょう。これによってこのね、古老館の前に築いた第二古老館とでも呼ぶべき石垣と弓矢倉のこの要塞で敵を迎え撃ちましょう。で、あとは巨匠と、さらにジョナンですね、ここをしっかりと対応していきます。では決済系から締めていきましょう。まず提案からだな。まあ、お金はね全く足りていないので、引き続きジャカジャカと輸送をさせている最中なんで、輸送が終わり次第ですね、引き上げましょう。さらに輸送させる必要あるな。金がいくらあっても足りないからね。兵士数はまあともかく、いやー金がどこもないわ。どこも金がなくなってる。金不足が深刻だな。行ってまいります。あとは軍団を、まあ、創設するかどうかなんですけど、もうちょっとだけ自分で支配をしておいて、その後に任せていきましょうか。まあ、加工との三軍強化が入っていて、核力強化も入っている。で、支援系は、まあ、施設の開発、軍政改革でしょ？士気上限アップ。まあ、このあたりもいいよね。いや、謀略は欲しいよな。弓矢倉結構重要視していろんなところに立ててるので、知性強化とかも欲しいけど、あとは内政ですかね。で、人事。まあ、今欲しいのはやっぱり戦闘系と、まあ、さらには謀略系ですかね。まあ、これハードレベルをガチャガチャ上げていきましょう。一切承知。まずはこの昆陽を取っていきますか。昆陽、昆陽を取って、さらにこの部員を取る、で部員を取ったらいよいよ深夜を狙うという感じかな。まあ、合計1万5000ぐらいの軍になってますので、これをしっかり派遣していきましょう。で、曹操が戻り次第ジョナンから1万の軍勢を率いて、さらに出撃を仕掛けていきます。で、劉表に対しては同盟を結ばせてください。まあ、その前段として贈り物を贈り、親密 OK だ。で、淳育が袁紹に対して同盟交渉に向かっているので、これもしっかりね完遂してもらいましょう。ご確認ください。で、あと巨匠はどんくらい金ある。巨匠、うわ、巨匠すげえ金ある。いや、巨匠からこの金はこのジョナンに、遠隠に運ばせよう。遠隠など何もできない。さて、これで金を再びね、付け届けさせましょう。で、外交はいよいよ、劉表に対しては同盟に申し込みます。まあ、さっきはね、ここまでひたすらに媚びを売り続け、そして、親密化したので、親密化した後は同盟ですね。
金がないな。金がなさすぎる。金がないわ。まあ、これも運んでもらったら金を使っていきましょう。弓矢倉が破壊されたな。ここはただ一気に壊滅させよう。できるはずだ。で、城南から曹操が出撃できるかどうかですね。出撃できる。曹操。14000。これを出します。まあ、14000はフルフルでいいかなって感じはしますけどね。曹操を餌に敵をおびき寄せる。そこを一気に叩くという感じかな。花公園、花公トン。まあ、花公園に関しては人材でどうしよう。いや、任命かな。感触を与えておきましょう。戦闘指揮できる幅を増やしてあげたいので、守護。いや、花公園が守護って、ちょっと微妙だけどな。まあ。まあまあ、まずは、ちょっと待ってね。ただ、武力、統率。このあたり、やっぱり欲しいよね。統率が高いに越したことはないので、そしたらこの、将軍職を、花公園、貴様に、送ろうじゃないか。いやー、今出撃中だ。戻ってくるまで出してあげられない。まあ、ちょっと残念ですね。じゃあ、ここは、城南で、道端の金拾いを行わせ、では、向かうとしよう。時間を進めましょう。まあ、城南から出た曹操1万4000はかなりの強力な軍になると思うので、これで本当に、今夜部員と、一気に、攻め立てましょう。よろしく。吉報をお持ちしました。敵がいる。お、純育がここで炎章と同盟を結ぶと OK だ。24ヶ月。え、まあ延長の意味合いが強い同盟ですね。造作もありませんな。で、こっちは大丈夫なのか。なんか微妙な戦いをしてる感じがするけど。いやー、本当に微妙だな。まあ、なんとか持ちこたえてくれれば、それで御の字ではあるんですけどね。で、こやつらは、この辺りに。ちょっと待って。そしたら、建設で、石垣を、立てる。で、さらにここに弓矢倉を立てる。だいぶ余裕が出てきてるからね。今なら劉表と同盟を結べば、少なくても東側はね、袁紹と劉表で、まあ同盟で守られる形になる。まあ南ですね。なので東卓軍に全軍を持って当たることができるので、だいぶ戦いが楽になるかなと思います。よし、劉表との同盟もなった。誰が滅んだんだろう。これ滅びの演出だからね。で、純育が戻ってくればいいな。何？一騎打ちか。大丈夫か。一騎打ちであまりいい思い出がないからな。うわ、自衛が確実にした。せめて生きて帰ってきてくれ。敵将、前へ出よ。打ち死にしたんじゃないか、これは。いやー、なんとか、なんとか生きては帰ってきてくれそうだな。そしたらこれ、討伐軍、さらに出しますか？何？捕らわれたか。やっぱり戦闘向きの武将をしっかり出していくっていうのが重要だな。捕獲されましたみたいになってましたけど。そうすると、
まずは撤退だな。何か用か。何か用かもないだろう。撤退してこい、ちゃんと。心得た。代わりに出陣。早急、まあ、この辺りをまとめて出しましょう。これで確実に敵を2です。まあそんなとこかな。でついでに矢倉もね、補強しておきましょう。まあ、壊されてしまいましたからね。であとは順調に今物を運んでもらってるので金が入ってくれば、まあ、問題はないかな。喜べ。いや金は本当いくらあっても困らないというか、あればあるだけいいというのは、まあ、いつもの話ですけど、本当にたまんないですね。お、趙雲か。趙雲が何しに来たんだと。まあ、金をくれるのだったらありがたく受け取っておきましょう。なんなら趙雲とのね、同盟という模索したいぐらいですよね。また滅び。誰かが滅んだ。誰かが滅んだっていうか、趙雲が滅んでんじゃないか。趙雲が滅んだか。聞いてください。さて。ここは一挙に敵を壊滅できるかな。呼んだか。建設弓矢倉立てておきましょう。やってやろう。で残りの部隊は撤収かな。これだといかがした。敵は一度兵を引くようなので、ここは敵の補給に合わせて我々も兵を引きましょう。やるとしよう。何か用か。弓矢倉を立てる以外ね。で、昆陽を取ったので、昆陽に対しては、即時、担当官を派遣しましょう。ちょっと待ってね。昆陽がまだ取れていない?もう一度確認する。うわ、微妙に取れてないんだな。まあ、ここは、次のターンでもいいでしょう。縁員が金を運んできてくれるしね。劉表と深夜の取り合いになるな。どっちが先に深夜を取るか。ご確認ください。さあ、金が一気に増えているはず。いや。ここまで金が増えると無駄遣いもしたくなるというものですね。で今度こそ内政しましょう。あれちょっと待ってね。ここってさ、まだ支配していない昆陽。昆陽ここに、そうだな、まあ、金が欲しいので、まあ、言っても金ですからね。金を、ギブミーということで派遣しましょう。で、今夜も、ギブミーアマニーと行きましょうか。承知しました。で波動が今レベル2になってるので、この波動レベルをまず上げたいので、まあ、ガシガシとやっていきましょう。波動レベルが上がれば姿勢も増えるというものですね。
心得ました。であとは軍団の新設はまだちょっと先送りにさせていただいて、完食だな。そうだな、指揮できる武将それもありますが、うん、ちょっと一旦戦争が終わるまで、深夜を取るまで待ちましょうか。深夜を取ったらね、おのおのに、いやーどうなんだろう、おのおのにって言っても早め早めの方がやっぱりいいよね。ごめんなさい、ちょっと何度も何度も行ったり来たりで申し訳ないんですが、まあ、自動昇格は入れておこう。いや本当にいいのか、自動昇格。もう一回やっちゃったからしょうがないね、自動昇格に関して。で誰を当て込むかだな。統率が高い人にやっぱり優先的にね、当て込んでいってあげたいので。とはいえより低いものを与えたりするとなんかそれはそれで切れられそうだからな、なんで俺がみたいな形で。いや こいつにあげたいっていうやつがいないな。でも巨長、いやー巨長じゃないな、知力が高いのは。まあ核か純育、このあたりに大軍を任せられるのかというと、ちょっとこれはこれで微妙だからな。なんか三国志ってあの弁舌もありましたよね、昔は。まあ今まで一騎打ちしかちょっと見えてない部分ありますけど、だとしたらそうだな、核か純育にはより知力が上がるものを授けていこう、存分に力をね発揮してもらいます。さあそしたら部員の攻略に今度は主力軍を差し向けましょうか。任せろ。なんだ。で曹操を餌に、なんだ、深夜から敵が出てきたらこれを一挙に殲滅、まあそういう作戦ですね。まあ、じわりじわりとね、よりついていけばその分東卓軍の力を抑えられる。何呂布が出てきてんのか、三層がピンチだな。ちょっと三層方面に目を移していきましょう。うわ呂布が出てきてるよ。そしたら一旦建設中ですけど早急隊を戻して。分かった。いや戻す必要はないよな、矢倉近辺で敵を迎えると。やってやろう。で、呂布2000なので、この呂布を打ち取ることができればね、まあ一番いいと。純育か、純育死ぬ可能性あるからな、敵にちょっとすると。そうするとどうだろう、学信とかにもうちょっと与えておいてもよかったかなという気もしますね。まあ、曹操の1万4000に比べるとどうしても見劣りするという部分ですよね。しょうがない。まあ、ここは、おのおの3000を引き、まあ、合計1万2000の軍で行きましょう。まあ、これでまず、洛陽から出てきた呂布軍、まあ合わせて1万をね、迎え撃ちます。矢倉を建設したので、一旦兵を戻しましょう。やるとしよう。いや、命令書の数とかも、むちゃくちゃ増えたね、一気に。
前までのその日ではないほどに増えている。行くか。たやすいことです。呂布の混乱が失敗はしょうがないね。そうか、あとは同盟もこの先消えうる可能性あるので、同盟をしっかり4ヶ月か、まだ残り4ヶ月同盟期間残ってれば手を打つ必要はないかな。で、捕虜の返還、これを要求していきましょう。自衛を返せと。頼むぞ。しっかり自衛をね、取り返してきてもらいましょう。まあ、金を使わざるを得ないかな。いや、むちゃくちゃだな、でも本当に。すんごい余ってるね、命令書が。うん、この命令書は、1にも2にも、金集めに奔走してもらう。行くか。造作もありませんな。上々だ、達成いたしました。混乱してるうちに敵を潰しておきたい気もするけどね、どこまで、まあ、先んじて、軍をね、前のめりに進めるかっていうところもちょっと肝ですよね。頼むぞ。自衛を返してくれ。マジか。それ返してくれでよな、トルタクは。自衛が自らその意志で、造作もない。脱出してきてくれることを祈りましょう。それにしても深夜から敵が出てこないね。こもられた1万5000を潰すのはなかなかにしんどいからね。できれば、こちらから叩いておきたいところなんですけどね。さあ、東卓軍昆陽が、陽光が7000か。7000の陽光隊。なんだ。早急は一度返しましょう。もう数が少ないからね。任せても命令かな。承知した。命令かな。うむ。読んだか。任せてくれ。何か用か。そして退路を断つ。心得た。おや。確実に敵を攻撃されましょう。で、石垣の建設は順調ですね。深夜に1万5000の軍か。で、武将はというと、まあ、長領をはじめ強い武将が揃ってるよな。何？大京ちゃん、かわいいな。魅力92。そりゃそうだよな。スーシよりも大京ちゃんの方が好きかな。一気にじゃあ取りに行きますか。部員に、まあ、政治の高い人誰か派遣しましょう。格下ではないな。やるとしましょう。問題はな、深夜にいる1万5000の兵を、まあ、味方も、まあ、かなりの数大部隊で囲めるものの、味方の損害もむちゃくちゃでかくなると思うので、さてどうするかな。
一気に深夜を攻めるかどうか。なんだ、攻めよう。心得た。で、長領とかが出てくればこれを一気に選別する。なんだ、まあ連携もね、連携も発動できる布陣にはなっているはずなので、ここは思い切っていきましょう。でだ、武将の数、特に戦闘向けの優秀な武将の数がもうちょっと惜しいかな。深夜の攻略ができればさらに必要な武将の数が増えてくるので、たやすいことです。出てきたな、長領。ここまでですね。これを果たして破れるのかどうかだな。聞いてください。これが破れないとなるとちょっとまた話別だからね。ほぼ全軍を率いて出撃してきている以上、ここがうまくいかないと本当に厳しい。たやすいことです。達成いたしました。で、三層方面はどうなっている？一応戦いは続いてるかっていう感じだな。どうした？心得た。命令か？両夫は消え失せたね、いつの間に か。やるとしよう。で、深夜の攻略戦も始まってますからね。達成いたしました。上々だ。吉報です。いやー、花崗園が壊滅するね。混乱させられてるので、混乱しきる前に、壊滅する前にできれば兵の補充を したかったんですけど、残念ながら兵の補充のコマンドは、提案は誰もしてくれなかったな。あとは無事に逃げおおせてくれることですかね。向かおう。まあ、3000の兵が一瞬で溶けるからな。たやすいことです。まだやれよ。よし、公園から逃げられる。この連携で2000ぐらい、400しか削れないの。マジか。もうちょっと削れるかなと思ったんですけどね。丘公園が壊滅だな、しょうがない。お、天意が一騎打ち。これは自信あるよ。もう顔からして明らかに強そうだからね。さあ、打ち取ろう。いいぞ、相手をしてやろう。こんな怖い巨漢相手によくそんな強気な発言ができてます。いやーっていう感じだよね。もうちょっといかつい声でもいいんじゃないかなと思うけどね。よし、敵将を捉えた。これさ、自衛と交換庫してあげてもいいよね。ご確認ください。さあ、この後ですね。まずはだ。
加工園はしっかりと兵力、指揮できる兵力を増やせるようにしてあげましょう。ちょっと少なかったよね、指揮できる兵力が。3000だとやっぱりその敵の基地攻撃、都市攻撃にはねちょっと物足りない感じが否めない。いいですよね。ここにやるとし命令か。さあ一気に敵を壊滅だ。わかった。あとは何か壊された弓矢倉を立てて撤収だな。陳竜の兵力13000、巨匠も16000で、ジョナンはまあだいぶ回復してるね。1万まで兵が回復してくれてるんで、やっぱりここ深夜を何としても取りたいよな。守備は上々です。豪華の書みんな見つけてくる。混乱してる感じだったな。何天意が再び一騎打ちやるな。天意と両夫の一騎打ちも見てみたいね。また天意にはそしたら武力が上がる何かを授けましょう。もう天意はね一騎打ち用意。その番友顔からして負けてるだろう。この顔は打ち取ったり、天意には早速武力の上がるもの100超えを目指してもらう。よし、士気をゼロにして壊滅しましたね。兵数は1万と残ってましたけど。さて王鵬、我が家臣となれば生かしましょう。しばし立ちましょう。どうだい。まあまあだったらこれかな。で最後予定ですね。こいつはどうでもいい能力だけど、これかな。はい、というところで、じゃあね今回深夜の攻略を行いましたので、一旦じゃあここまでにさせていただきましょう。だいぶ聞いてください。ここに来て順調になってきましたね。では次回なんですが、深夜周辺の、まあ、いわゆる占領を進めつつ、北上、進めていきましょう。まあ、円の攻略かな。ここに董卓が入っているはず。変わりなければ。そうだね。董卓がいる。董卓、関根が強いよな。能力順でちょっと相当してみときますか。うわ。長領も強いよな。統率98、武力94、強い。これは本当に強い。しかも魚鱗強化のレベル5、これは強いね。続いて関連、強いよな。武力97、まあ、董卓もね統率武力見ると強いからね普通に。いやこれは強い。円の攻略がこの後の全てをまあ握ってると言っても過言ではないですね。では今回はここまでさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。